ジョン・ドナルド・ドン・バッジはアメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身の男子テニス選手。1938年にテニス史上初の年間グランドスラムを達成した名選手である。1937年にイギリスの第一人者フレッド・ペリーがプロに転向したためバッジが世界ナンバー1の座についた。1938年に全豪選手権。 全仏選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権を1年のうちにすべて制覇した。テニス史上初のこの偉業をバッジ本人が年間グランドスラムと命名したが、これはゴルフにおいてボビー・ジョーンズがスポーツ史上初の金字塔を樹立してから8年後のことであった。翌1939年にバッジもプロ選手になった。ドンバッジはダブルスでも、 ウィンブルドン選手権と全米選手権で男子ダブルス、混合ダブルスにそれぞれ2勝ずつを挙げている。パートナーは男子ダブルスはすべてジーンマコ、混合ダブルスはすべてアリスマーブルと組んだ。1964年に国際テニス伝堂入り。1988年9月10日、当時19歳のシュテフィグラフが女子テニス史上3人目の年間グランドスラムを 達成したとき、全米オープン決勝戦の場には、自分の異様から半世紀後の快挙達成に目を細めるバッジの姿があった。1999年12月に自動車事故に遭い、1ヶ月後の2000年1月26日、ペンシルベニア州スクラントンにて84歳で死亡した。ありがとうございます。